チェケラッ。どうも、ゆうた14です。はい。はい、今日なんですけども、こちらの動画2つは見ていただけたでしょうか。まあね、ちょっと前に、ラバルの特集というわけで、ピピさんのアタックを特集しました。まあ、こちらのアタックをね、紹介したんですが、これを見てからね、自分もめちゃめちゃラバルがやりたくなりまして、何これめっちゃやりてえなって思ったので、今ね、ちょっと今シーズンになってしまってるんですが、前のシーズンのラストアタック、残り4日間ぐらいをラバルで回しました。まあ、1日目はね、まあ、なかなかやっぱりね、いきなりできないですよ。あんな、見よう見まねでね、まあ、なんとなくやってみるけど、最初はすごく難しくて、星1も確かね、1日に2回か3回ありましたね。まあもちろん前回も取れてはいたんですけど、まあそれでもそれ以上に星1を取ってしまって、あ、なかなか難しいなと。やっぱりダンホール13のラバルは難しいなと思ってて。で、2日目、3日目でようやくね、コツを掴んできたので、そちらのアタックをね、特集、まとめていきました。まあ最終的にはね、だいたい4割ぐらいは、の確率で取れるようにはなりましたからね、レジェンドに。では、まあ、なりましたねって言うとあれだけど、そのトータルで2日目、3日目は、2日目、3日目、4日目は4割。まあ、だから1日4本ぐらいですね、前回は。まあ、それぐらいは取れたかなと思います。はい、8分の4か 50% か。まあ、だいたい4本、4本、3本とか。でも、1日に5本取れた日とかもあったから、まあ、意外と5割って言っても大丈夫なぐらいには取れてたかもしれない。はい。まあね、そんな感じでやっていきましょう。はい、というわけでやっていきましょう。1本目はこちらの配置ですね。なんか、すごい配置だなと思って攻めるとき。なんか真ん中に十字キーというか、バッテンがありますよね。まあそんな配置に対して攻めてきました。時間で言うと2分切ってますね。まあなかなかいいタイムで。これはね結構いい前回が取れたなと思ってます。まあ、イーグル砲がね外に置いてあるので、まあスーサイドラバルからするとすごく簡単な配置になりますね。うん。まあ他の戦術だとどうなるのかわかんないんですけど、まあピピさんをね、リスペクトして同じところにヒーロー3体を使うのと、ね、意識してやってきました。まあ、ラバ2体にするか3体にするかとか、あとスケルトン増やしたりとか、レイジを増やしたりとか、まあその辺は初日は結構いろいろ試してやりましたね。うん。まあそれもあって結構安定しなくて星1、まあやり方をね決めないでやってたので、まあ星1も連発してたんですけど、まあ2日目3日目に関してはある程度固定でやって、まあこの編成でやって、で固定でやってみたら、まあ意外と全開が取れるようになったと。まあそんな形ですね。で、これですげえ綺麗に形が作れてるのがわかるでしょうか。まあ、2ヒーローだけじゃなくてね、ロイヤルチャンピオンもヒーローとして、カット部分に入れてあげたおかげで、もう6時側、7時、5時、7時面がもう一気に全て空になったと。あとはもう、これはもう簡単ですね。バーッと開いて、ボマーだけで単独で取ってあげてと。もうすでにロイヤルチャンピオンの処理が終わってるので、あとワークインの処理だけを考えてあげればいいというところですね。まあ、なので、ボマの中身にはね、ドラゴンが入ってるんですけど、そこは、あえてね、クイーンに当てるようなことはしないで、スケルトンがあるので、まあ、普通に、ラバルルートのサイドカットというか、まあ、そういう部分に使っていきました。で、投石機とクイーンの当たるところで、まあ、スケルトンを置いていきつつ、まあ、距離もね、かなり近まってるし、これだけのバルーンいれば、投石機のフリーズは必要ないだろうということで、フリーズは打ちませんでした。まあ、かなり射程圏内に入りきる方が早いなと思ったので、はい。で、まあ、ポイズンもかかってたし、スケルトン2発あるし大丈夫かなと思ったら、意外とダメだったクイーン、処理ができてなかったクイーンのね、補助にフリーズをラスト使っていった形です。まあ、これはね、比較的、まあ、配置がって言っちゃったらあれだけど、うん。まあ、綺麗に取れた方かなと思います。まあ、でも、レジェンド配置なんで、まあ、僕も今の配置多分2回目ぐらいなので、まあ見たことある人も多いんじゃないかなと思います。はい。で、続いてこちらの配置。これ今見るとあれだな、ベルナウが、ディガホグで取った配置はこれ。なるほどね。だからちょっと若干見覚えがあったんだ。なるほど、なるほど。まあ、この配置も、ベルナー選手の特集をした時にベルナー選手がリプレイをくれた時の配置ですね。まあなので、まあちょっと、CN、クラムで CN って書いてあるんで、この辺の系統結構強いですね。うん。で、シングル IT に捕まらないように、まあちょっと早めにピストを使ってあげてと思ったんだけど、普通に捕まったので、フリーズでフォローです。普通に捕まりました。捕まりましたね。で、ロイヤルチャンピオン。あ、もうここリクスケ2個あるんだ。で、こんな感じで今回もイーグル砲がね、外で射抜けるような形になりました。まあ、スーラバで回してる人がかなり少ないと思うので、こんな感じでね、イーグル砲が端っこにある配置もたまにあるので、スーサイドラバーで簡単に処理ができるような形になりました。はい。これね、投石機を、普通に潰せたか。オッケーオッケー。うん。こことはイーグル砲と両ヒーロー。普通に処理ができてしまったので、もうこれはめちゃくちゃ簡単ですね。まあ、この配置はだから見つけたらもうすごく、まあ、レジェンドで、スーラバー回してないと意味ないけど、まあ、対戦とかでこの配置を見かけたらスーサイドラバーやるのはありかなと思います。うん。今のヒーローパートさえ綺麗に作り上げることができれば、OK かなと思います。で、9時に関してはボマーだけで
マルチ IT をフリーズとボマーで見ていきました。で、12時ちょっとね、トルネに捕まって結構めんどくさくなってますね。で、ボマーだけでね、今下側の透析機をケアしております。まあ、こんな形でしっかりフリーズで一回延命してあげたので、ボマーの HP を。うん。だし、マルチ IT だったしっていうので、しっかりボマーの誘導を丁寧にやっていきました。まあ、その辺はちょっと気をつけたポイントですね。で、スケルトンは余ったんで透析機に打ったんですけど、あんま意味ないんで、まあ、もうちょいうまく、なんかいい使い方ありそうですね、これに関しては。で、残った部分をヘイストとフリーズを適当に打ってあげて、まあ、それ適当に使えるだけのね、バルーンは結構余ってるので、まあ、呪文はあるうちに、ユニットが残ってるうちにガンガン使っていくような使い方がいいかなと思います。はい。まあ、もちろんね、適材適所に使わなかったので、ちょっと若干マルチ IT の、うん、マルチ IT に行ったバルーンが、足りなかったかなって印象だったんですけど、まあ、もうちょい気をつけてあげればもう少し綺麗な旋回にはなるかなと思います。はい、もう大丈夫でしょうと思って適当に打っちゃったのが悪いところでしたね今のは。はい、で続いて残り3本ですね。でこちらの配置は昔フュージョンっていうね韓国の結構強いクランが使ってた配置で、結構世界大、まあ、韓国の JWC みたいな感じのがあるんですけど、そこで使ってた配置ですねが13になってきて、まあ、13バージョンとして使ってるような形ですね。まずはね、ロイヤルチャンピオンだけで今回は使ってきました。まあ、こういうのもありかなと思います。だから。まあ、今の区画がね、マルチ IT ってところもあって、ロイヤルチャンピオンのみで単独でね、狙えそうだっていうのが、まあ、スーサイドラバルだ、てか普通にやってれば気づけるポイントかなと思って、うん。で、続いてキングとクイーンで、ここは従来のスーサイドパートですね。で、イーグル砲を狙っていきます。はい。まあ、こうやってみると、ちょっとイーグル砲が簡単に取れるような配置ばっか攻めてずるいですね、僕。うん、まあ、でもそういう配置がね、レジェンドリーグ今流行ってるんでしょうがないんですよね。まあ、前回になってないやつも、だいたいイーグル砲を狙ってたりする気がする。まあ、なんかね、クラン城に入らないっていうのを意識してるんですよ。とりあえずヒーローパートで。そうすると、だいたいクラン城の反対にイーグル砲があることが多いんですよね。うん。クラン城側にヒーロー固めてたり、で、そっちにもイーグル砲を置いちゃうと、まあ、基本的になんかイエティでその辺部分をパンって突破しちゃえば簡単だし、まあその辺もトームが刺さりやすくなっちゃうポイントなんで、ディガ砲とかもね、結構刺さりやすくなっちゃうので、基本的にね、クラン城とイーグル砲って逆サイドにあること多いんですよね。まあ一緒に置いてあるパターンもあるんですけど、そうすると多分ね、ヒーローが逆サイドにいるんですよ。まあどっち、まあ大体そういうパターンって決まってて、うん。まあ、今回は、まあ、クラン城を意識しないで逆サイドからの展開をするならば、やっぱりイーグル砲が簡単に取れるような配置が多かったっていう結論ですかね。うん。ヘイスト結構余ってたので、まあ、ターン1に向かうバルーンは結構ゆっくりゆっくり進めてあげないと、パーセントの管理が難しいので、まあ、こんな感じでね、外周はヘイストで走らして、中心部のターンホールが起動するまでの時間を稼いでいきつつ、パーセントも稼いでいきつつ。まあ、では、こっからね、フリーズをね。最近ね、僕なぜかね、結構フリーズ当たってる気するんだけどなっていうやつが外れるんですよね。うん。なんでだろうな。これ外してる感覚じゃないし、これ絶対当たったでしょっていうタイミングでしっかり場所に打ってもね、フリーズ外れるんですよね。おかしいよな。結構思い描いたところに打ってるのになんか外れることが多くて、最近の悩みです。はい。今のはね、透析機だけ固めればいいようなものをね、透析機だけ外すっていう謎のフリーズ。ちょっと最近フリーズの精度が落ちてますね。うん。で、続いてこちら MCES の配置ですね。をロストメタゲーミングという、まあ、それまた ESL 大会によく出てるようなクランが使ってると。まあ、この配置強いんですよね。まあ、よく見る方も多いんじゃないでしょうか。この配置ね、は、スーサイドラバルで何回か当たったんですけど、まあ、これ、同じようなやり方で結構取れました。はい。まあ、この配置を何回かスーラバで引けたっていうのも、まあ、前回稼げたポイントの一つなのかなと思ってて、うん。この対1クロス当たるの結構めんどくさかったんですけど、まあ、こんな感じで、今のシングル IT の区画を削ってあげると、綺麗なね、まあ、削りができてるわけですよ。あとね、こういう配置って、結構今もそうなんですけど、スーサイドラバルパート、スーサイドヒーローのパートで、今 19% しか稼げてないんですよ。こういう、なんだろうな、外周部に施設があんまりない配置っていうのが、レジェンドでは多くて、そうするとね、50% の管理、タンホールが起動するまでの 51% をね、稼がなきゃいけないわけなんですが、それがね、結構難しいんですよ。うん。施設を削れてなくて、防衛施設中心部だけ削っても、なかなかね、稼げないので、こうやってね、ヘイストは外周部だけにかけて、どん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 バルーンがタウンホール起動するまで、こういう形で待たなきゃいけない時間が生まれるので、最初に出したバルーン、タウンホールに向かわせたいバルーンにヘイストをかけるのは結構、
かけれないタイミングがすごく多いなっていうのが印象ですね。タウンホールに、だから最初の方ヘイストいらないで外周部だけに使うので、そんなにヘイストの枚数がいらないのかなっていう気もしてますね。今回若干まあギリギリ目には見えつつありますね。こんな感じでキングとクイーンの位置が今回は同じ場所にあったので、まあ、スケルトンが少し難しいポイントですね。この配置ってクイーンが3時にいたり、まあ、キングが6時にいたり、あとはロイヤルチャンピオンの、ロイヤルチャンピオンがね、6時にいたりとか、まあ、ヒーローの位置があちこち動いたり、シングルマルチが違ったり、エアスイーパーの位置が違ったり、まあ結構ね、アレンジがあるので、まあその辺見極めた上で選択肢の一つとして、スーサイドラバルを考えてあげるといいのかなと思います。で、ラスト。失礼しました。タウンホールがね、結構真ん中にありますね。こういうのは少しめんどくさいんだよな。で、デビで削りつつ、まあ、ヒーローを展開していきます。まあ、両ヒーローの処理を狙ったようなヒーローパートですね。で、ロイヤルチャンピオンも3体重ねて、少し横を削ってあげるような形で。まあ、ちょっとボールブレーカー失敗してますね。で、援軍出てますね。でね、これでもね、ヒーローパート全然思いつかなかったんだよな、この位置。まあなんだけど、まあ援軍出ちゃうけど、先にクイーンまで処理ができるんじゃないかなと思ってたので、まあこの形を取っていきました。まあクロスボウはめちゃめちゃ食らうし、これどうなんだろう。アラバはギリギリ割れなかったんですね。まあそれはいいポイント。まずは、ホーミングチェックをしつつ、ボマーでアーチャーの処理をしていきます。で、ボマーのルートをちょっと変えたかったので、こんな感じでアーチャータワーを確定キルしてあげて、クロスボウもね、切ってあげて、ボマをイーグル方へ向かうような形を作っていきます。で、もうね、ピピさんの時にも言ったんですが、こうやって投下、違う。なんだっけあれ。投石機。投石機はもうガンガンフリーズで固めていきましょう。あれはね、向いた瞬間もう、バルーンが吹っ飛んでるので、忘れた頃にもうバルーン吹っ飛んでるので、まあそれがないようにね、ガンガンちょっと早いぐらいのタイミングでも打っていくのがいいかなと思います。はい。で、ようやくフリーズを決めましたね。しっかりしたフリーズが打てました、タウンホールと、まあその辺シングルアイティだったり。スケルトンは多分いらなかったんでタウンホールの起動に使ったんだと思うんですけど、まあ普通にパーセント見、打った後にこれ気づいたんだな、多分。あ、全然足りてるわっていう。まあこんな感じで、最終的には結構汚くなったんですけど、まあスケルトンがね、ハマツさんでシングルアイティのタグを払いつつ、まあボマーをね、うまく誘導することができたので、最後に出たドラゴンがアーチャーターのタグを取ってくれての全開です。はい。この辺はね、あんまり綺麗には取れてないんですけど、まあ、でも最初の方のアタックとか見ればわかると思うんですけど、刺さる配置にはすんごい刺さるっていう環境ではない、ではあるかなと思うので、まあ、配置を選んであげるといいかなと思います。はい、というわけで今回はスーサイドラバルをやってきました。まあ、なかなかね、個人的に、13になってからスーサイドラバルはやってなかったので、まあ、新鮮で楽しかったですね。まあ、最初のうちはなんかヒーローパートを締め込ませつつ、どんな感じなのかなっていうようなテストで初日は結構動いてたので、まあ前回は取れなかったんですけど、これを慣れてね、まあ、スーラバ一本でやるみたいな形で練習するのもまあまあありなのかなと思いますし、今のレジェンドリーグって結構練習になるところもあるんですよね、結構。外周部の広がり方が結構難しくて、外周部のラバルの配分も結構難しくて、透析機って本当にバルーン落ちるし、中心部が薄いと全然バルーン落ちちゃうし、まあその辺のバランスを見つつ、50% の管理もしなきゃいけないので、まあその辺難しいですね。50% を稼ぐために、ちょっとゆっくり進めたいのに投石機に捕まっちゃってとかは結構めんどくさい失敗例かなっていうのをやってて感じました。まあね、早く降りたいんだけど、ヘイストかけちゃうと通り過ぎちゃうし、どうしようみたいな時とかね。ヘイストかけるとちょっと通り過ぎちゃった、戻って、ギリギリ起動して、トームみたいな感じになって、まあちょっとばらけちゃったバルーンが落ちていくっていう形は失敗例の一つとしてあるので、まあその辺の管理は結構気をつけないといけないかなと思います。で、今シーズンはね、クイヒラバでニヤカ回してて結構ね、思ってた以上に全開が取れ出してて、まあ1日4本とか5本とかしか、まあ言うてもそれぐらいしか取れてないんですけど、まあそんなに取れないと思ってたので自分では、あとね、取れてないやつも結構時間切れが多くて僕の場合、まあその辺取り切れるともっと高くなってくるのかなと思うんですけど、まあその辺、クイヒーラバルをね、次回はやって特集していこうと思います。はい。
というわけでね、今回はこんな感じで終わろうと思います。まあこんな感じでレジェンドリーグのアタックだったり、まあ前回のようにプロ選手を紹介するような企画をやったりと、まあいろいろやっていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。